無線飲食に失敗し、料金を払うため通行人から財布強奪、男3人の強盗傷害で逮捕、JR 池袋駅近くの路上で男性から現金およそ6万円が入った財布を奪ったとして、男3人が逮捕されました。犯行直前に無線飲食が発覚し、料金を支払うため不犯行に及んだとみられています。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、 無職の土屋達夫容疑者、20歳、と島崎良容疑者、20歳、19歳の少年の3人です。土屋容疑者らは去年11月13日の深夜、東京、豊島区の池袋駅近くの路上で通行人の男性医師、35歳、に殴るけるの暴行を加えて軽い怪我をさせ、現金およそ6万円が入った財布を奪った疑いが持たれています。 警視庁によりますと、土屋容疑者らは犯行前に飲食店で無線飲食をしようとしましたが失敗し、料金をの支払うまで店人に運転免許証を募集されていたとみられています。取り調べに対し3人は容疑を認め、支払いのために通行人から金を奪おうと考えた、と容疑を認めているということです。